あ、飛んだ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 え、飛ぶやん、めっちゃ飛ぶやん。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、僕は今パソナーグループさんのオフィスに来ております。で、今日はですね、オフィス紹介と OB 訪問をさせていただくということで、田之頭さんと松江さんに今日はオフィス案内をしていただきます。田之頭さんは今何の作業をされてるんですか？私は今、はい、淡路島にブロガーの方を誘致してるんですけど、はい、そのブロガーの方にもう詳細のやり取りをしています。ブロガーの方とやり取りしてスカウトしてるみたいな感じなんですか？そうですね。月曜日の今朝9時半じゃないですか、うん、月曜日の朝は、なんか普段どのような感じで仕事が始まるんですか？基本的にはまず朝新聞を読むところから始まって、はい、で新聞で、まあ、世の中どんな動きになってるかとか、うんうん、まあ、人材会社がどういう動きをしているかとかの情報を集めて、はい、そこからみんな、まあ、9時10時前ぐらいからまたそれぞれの仕事に移り始めて、はい、でやっぱ土日とか金曜の夜とか返せなかったメールとか、まずは今日自分が何しなきゃいけないかっていうところをまとめつつ、はい、メールの処理をしてます。なるほど。じゃあ今一番忙しい時ですよね。申し訳ないです、本当にこんな中にお邪魔してなんか 何新聞を読むとかとか決めてるんですか？基本的には、まあ、有名なところの新聞プラス、はい、あと地方紙も読んでいて、はい、それこそうちはあの地方創生でいろんな事業やっているので、うん、淡路が載っている神戸新聞とか東北 の情報が載っている東北新聞とか、はい、そういういわゆるメインの新聞以外も読んでます、はい、あ、そうなんですね。ネットももちろん確認するんですけど、はい、新聞を見るっていうのは続けてます。なるほど。え、田之頭さんは大学生の時も新聞を読んでましたか？大学の時は、就活の時は読んでました。読むようにしてました。確かに一応時事ネタ的な、はい、ね、あの電子版とかで読んでました。あ、このなんか机が丸っぽくなってるじゃないですか、はい、それは何か理由があるんですか？かなり特徴的なアメーバ型の形をしているんですけど、はい、こうやってみんなが向かい合うような机にすることによってコミュニケーションが生まれたりですとか、うん、会話っていうのが広がるかなと思ってます。確かに、わかりました。ありがとうございます。はい、はい、ということで、では案内をよろしくお願いします。はい、お願いしますはい、ということで、こちらが社員さん専用のジムということで、こんな感じで、もうガチのジムですねこういう風にトレーニングができるんですね。そうです、そうです。スーツつけても、はい、ちょっと鍛えたいな。確かにリフレッシュにもなるので使える。ちょっと待ってください、多分それ持ち方が、はい、ここも持つかもしれない。あ、本当だ本当だ。飲食スペースに今向かってるんですけども、こちらで今からご馳走していただくということで、 ちなみに社員の方はこちらを、無料で食べられるっていうふうにお聞きしたんですけども、本当なんですかね？お昼はお金かかる、はい、そうなんです。お昼はお金かかるんですけど、夜は無料で食べられる、はい、そうなんですね、はい、でこちらが、何ですかね、バー、夜はバーになるっていうふうにお伺いしたんですけども、こちらは何ていうお店で、なんかどんなお店なんですかね？ここはポッピングスタンドっていうところになっていて、夜10時まで開いていて、はい、あの日本全国のお酒とかワインとかが飲めるような場所。日本全国のお酒が飲めるんですね、はい、なのであの夜は本当にご飯食べた後にみんなでちょっと飲んで帰るっていう、はい、あ、いいですね。駅ももうここ30秒ぐらいで着くっていう、はい、いいな、はい、ちなみにあのバーも無料に飲めるんですか？だから実はピザとかもあるんですね、はい、それは、その福利厚生福利厚生、えぐいですねこちらが淡路島のところだ。そうです、淡路島テラス、はい、カフェになってて。そうですね、あの淡路島で提供しているオーシャンテラスっていう淡路牛とか食べられる施設が淡路島にあるんですけど、はい、そこで提供しているカレーとかはここで売ってるので、はい、淡路の味をちょっと楽しんでもらえると思います。いいですね , 笑っちゃう
はい、ということでこちらがゴーゴーカレーということで、ゴーゴーカレーは石川の、発祥で、あれなんですよね、石川担当ですよね、ここは。そうですね、石川担当金沢、はい、そうですね、こちらのフロアがもう地方、食で地方を感じられる、はい、そんなレストランがたくさんあるし、はい、いいですね、パスナさん内にもう地方各地の食べ物の屋さんがあるということで、はい、ということでこちらがグローバルサロンということで、こちらではどのようなことをされるんでしょうか。はい、こちらは社員の方々が利用して英語の勉強ができるところです、はい、実際にここにいるスタッフの方々がですね、はい、皆さんネイティブで、はい、英語のレッスン、英会話のレッスンをしてくれる。あ、なんか聞くと、前回の打ち合わせの時にお聞きしたんですけど、こちらのスペースでは日本語を喋ってはいけないっていうふうにお聞きしたんですけども、もうバリバリ僕らずっと話してるんですけど、大丈夫ですかね、なんか怒られないですかね。基本的には英語の方が好ましいんですが、はい、日本語で今回は説明させていただきます。あ、よかったです、ありがとうございます。はい、ということでこちらがアート村工房ということで、ここはですね、はい、パスナグループの特例子会社のパスナハートフルっていう会社がありまして、はい、障害者雇用の促進っていうのをやっているんですけども、はい、その障害者の方々が作った作品をここで展示しています。あ、そうなんですね、はい、じゃあ先ほどのパン屋さん と、同じ会社がやられてるっていう。そうですね、はい、あそこのパンもその障害者の方々が毎朝地下の工房で700個作って、はい、それをランチであそこで販売しています。ぜひ塩パンがおすすめなので食べてみてください。食べさせていただきます、はい、ありがとうございます。はい、P になって、これパソナの P ですかね。パソナの P です。低価格で。そうですね、お手軽に食べていただきます。じゃあここでお土産というか、なんか記念に後で買おうと思います。はい、ということでこちらのスペースがリラクゼーションサロンのスペースということで、今からこちらにお邪魔しようと思います。失礼します。失礼します。実際にここで、ネイルをしていただいたりとか、奥のスペースで何でしたっけ、ね、マッサージを、はい、させていただけるということで、まあ、今日は、しないんですけども、次回来た時に体験させていただけたらなっていうふうに思います。トラベルハブミックス、はい、こちらは、どういった施設なんですかね。まあ、簡単に言うと、はい、コミュニティ型の観光案内所になっております、はい。ただの観光案内所というわけではなくって、実際に体験してみたりですとか、目で見て地方を感じていただこうといったところになっております、はい。で、企業と自治体と個人が、つながって、東京にいながらも地方をより身近に感じられる施設、イベントももちろんなんですけれども、はい、まあ、ちょっとした机などもご用意しているので、はい、ミーティングでちょっと使うだとか、うん、そういったところとしてもご利用いただけます。あ、いいですね、普通に使わせていただきたいです、はい、結構集中できそうですね。そうですよね。僕たちは今13階に、来たんですけども、13階にはなんと牧場があるっていうふうにお聞きしたんですけども、本当なんでしょうか。はい、はい、実は牧場があります。社内に牧場があるって聞いたことがないんですけど。なかなかない。なかなかないですよね。、はい、一気に牧場の匂いが、香りがしてきました。おー、牛いるやん。はい、ということでこちらに牛さんがいらっしゃるんですけども、こんな感じで、オフィスに牧場があるという珍しい会社となっております。はい、ここのパソナ大手町牧場なんですけれども、はい、できた理由としては、まあ、目的ですね、2つあります。はい、1つが酪農人材の育成、はい、もう1つが食育、その2つを、はい、テーマにしています。やっぱり都会のど真ん中に牧場ってなかなか、ね、びっくりしました。そこで小さい子とかもたくさん来てもらえるので、まあ、今酪農の人口が減っているっていう社会の問題点を、はい、まあ、身近に感じてもらう、小さい子でも、まあ、こういうふうに牛見ながらとか学ぶことができるので、はい、感じてもらうっていうものが一つあります、はい。これは羊ですよね。これはヤギですね。あ、ヤギです。ご自由にあげていただいて。めっちゃ来る。ごめんごめんごめんなさい。ごめんなさい。すいません。でも一人にあげてもダメだから。ちょっとちっちゃくしてパラパラに。あ、やばいやばいやばい。やばい、ごめんなさいごめんなさい。ごめんなさい、待ってください。ごめんなさい。すごい、動物好きなんですか、松江さん。松江さんすごい。
ちらの鳥を、え、最終的にこの鳥は食べるんですか？いえいえ食べないですよ。あ、食べはしないんですね。食べないですよ。賞状ときとウコッケとフラミンゴと、はい、まあ、ここ鳥の像になってるんですけど、はい、実は先ほどの2本目の目的、食育のところを実はここで説明することができるんですね、はい、例えばフラミンゴってピンク色してると思うんですけど、はい、エビとかを食べてそれでピンク色になっているんですね、はい、なのでこう摂取するものによって、はい、まあ、体の色が変わる、体の作りが変わるんだよっていうのを、おー、すごい泣いてますねそれをこう知ってもらうっていうことを込めてフラミンゴ、はい、あ、飛んだ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 え、飛ぶやん、めっちゃ飛ぶやん、え、すごい飛ぶんだフラミンゴって。はい、ということで今日一日パソナさんの、オフィスを案内していただいたんですけども、一つのオフィスの中に地方各地のレストランがあったりとか、リラクゼーションサロンがあったりとか、ジムがあったりとか、一つのオフィスでもう商業施設が何個もあるような会社さんだなっていうふうに思いました。今日は一日案内していただいてありがとうございます。ありがとうございました、はい、またぜひ、取材させてください。はい、また遊びに来てください。ということで、下の概要欄にパスナさんのホームページなどを貼ってあるので、よかったら見てみてください。ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。